サークルの合宿で未舗装の林道を歩いてたら、前方の藪からイノシシが出た。イノシシとは20メートルくらいの距離で睨み合う格好になった。みんなさりげなくじりじりと下がっていたのに、私は足がすくんで動けない。みんながいないと気がついた時の絶望感といったら、そしたら2学年上の先輩が、いつの間にか横に立っていて、私の二の腕をぐっと掴み、小声で、平成を装って立ってろ。頑張れと言ってくれた。その先輩はイノシシを刺激しないようにゆっくりと前進、私を助けに来てくれた。ゆっくり下がれ。襲ってきたら俺がちょっとでも抵抗して食い止めるから、お前振り向かずに全力で逃げろ。その後イノシシはウリ棒を5匹くらい連れて山裾へと消えていった。逃げたみんなが戻ってくると盛大に謝られた。これがきっかけで先輩への感謝と尊敬の気持ちがすぐに恋愛感情に変わった。それ以降のサークル活動では、部室で先輩を見つけるとあからさまに駆け寄り、同じ班になるよう画策するもなかなか進展せず、サークルのみんなからの援護射撃で、ごめん、ただ感謝されてるだけだと思ってた。よかったらお付き合いをお願いします。と言われ、その後結婚しました。